YouTube 整備業界をぶっ壊す CH カンパニーしげのぶです。前回引き続きクラッチケーブルの交換をしていきます。前回の動画は概要欄に貼ってありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。それでは早速やってみましょう。まずですね、ミッションオイルを抜いていきます。こちらボルトですね、8分の5サイズですね。大体このミッションカバーが付いている真下あたりですね、手で探るとこの、オイルパンのところにボルト1つありますので、この辺にボルトがありますので、開けてですね、緩めてあげてください。はい、ボルト外れました。これでオイルが抜けていきますので、だいたい抜け切る前チッタンチッタンってなるぐらいまで放置してからこのカバーを外していきます。オイルの抜ける感じはこういうチタンチタンっていう感じになってきましたので、ミッションカバーを外します。ですね、こうやって抜いていくときにですね、あのボルトどこの位置にどれ使われているかっていうとですね、こういうあの長さ違いがありますので、場所をちゃんと覚えておくといいと思います。ボルトが取れました。でカバーを外すんですけども、結構あのガスケットが噛んでるんで少し外しづらいです。あ、意外にいけましたね。外して中に溜まったオイルが抜けますので、下に受け皿を持ってきておいた方がいいと思います。中はこんな感じになっております。クラッチはどのように作動しているのかっていうのをここでちょっと確認なんですけども、クラッチワイヤーが引かれることによってですね、ちょっと分かりますかね、ここの円盤みたいなものがこっち側に収動してこうやって移動してるのが分かりますかね。これを引くことによってこれ内側に動きます。そうするとこちらですね、これがあのクラッチの先端、まあクラッチはプッシュロットになってるんですけども、このロットが押し込まれてクラッチが引き離されてっていう作動になっております。はい、でこのクラッチワイヤーを外す前にですね、こちらですね、クラッチを動かす方ですが、こちらについているシーリング、まあスナップリングですね、こちらをスナップリングプライヤーを使って縮めて外します。でここのスナップリングすごく硬いので、スナップリングと、まあ、あとは手袋とか、まあ、して作業していただくといいと思います。ゆっくりですね、ゆっくり縮めてゆっくり離すような感じで少しずつ移動させていくといいでしょう。はい、取れました。こちらのクラッチを収動させる部品を平らにしてですね、少しずつ上に引っ張っていくとですね、こんな感じで中身にパチンコ玉みたいなのも3つ入っておりますので、このまんまですね引き抜いてもらって置いておくといいと思います。でこちら部品もですね、角度を変えてこうやって外せますので、取り付ける時も角度をこうやって変えていただくと外れるようになっております。で中ですね、ちょっと余分なのオイルが入ってますので、ウエスで綺麗に拭きましょう。ワイヤーの先端についているものもこれちょっとずらせば外せ、部品外せますんで、紛失しないようにクラッチのこの部品と一緒に置いておくといいでしょう。続いて、こちらのワイヤーケーブルを外すのに、このカバーをですね回転させて、純正だとここだけ回るパターンのやつもあるんですけども、これちょっともともと社外品なのでカバーの方を回して外します。はい、はい、これで外れました。でこのまま前方部からワイヤーを引き抜きます。でその前に注意なんですけども、もともとワイヤーが通っていった場所を、まあ、写真なんかに残しておいてですね、同じ場所を通せるようにしておくといいと思います。でこのまま抜きます。はい、これでワイヤーが外れました。こちらが取り外したクラッチケーブル で今回新しく付けるケーブルがこちらになります。で長さがこっちがですね70インチのもので、新しく交換するものが65インチです。5インチ、まあ、約センチに直すと大体13センチぐらい短いものになっています。付属のこのオーリングを先にですね、こっちの先端の方ですね、ミッションカバーと接続面の方にこうやってですねつけてあげて取り付けます。一回止まるとこまで締め付けたらば、少し戻して余裕を作っておいてあげてください。そしたら取り外した時と同様にですね、同じ場所にクラッチワイヤーが通るように下を確認しながら前に伸ばしてあげてください。よし、いい感じですね。
そしたらば取り外したものをまたこちらへギアケースの方に組み付けていきます、ね、こういう部品ですね。こっちの先端の方にこんな感じでスライドしてはまっていました。こっちのケース、こういうスライドするボールが入ったものをここですね、溝切りかけがあるんでここにちゃんとはめてセットしてください。でここがずれたりすると力かかった時にここ折ります。で私も過去に一度これ折った経験があるので十分注意してください。でこのクラッチを押し出す部品のこちらのアッパー側のケースですね、これをこちら側このように横からこんな感じでスライドして入れてもらって、このまま反転逆さにしてこんな感じですね、よいしょと一番ぺったりくっつく状態までこうですね、このように取り付けてください。で最後にこちらですね、スナップリングですね、Cリングを入れていきます。これもやっぱり締めるときにすごい力かかるんで、ゆっくり締めてゆっくり離す、そんなイメージでやってください。はい、はまりました。でスナップリングをはめた後ですね、これ実はこの状態だと、半分正解半分不正解なんですね。理由はですね、この切りかけの部分を空中にしておいたらダメなんですね。っていうのも衝撃が加わった時に力の逃げどころがですね、ここ集中して割れたりする可能性があるので、この切りかけの部分はこのようにですね、こっち側設置したようにこちらがですね、溝に両方ともはまった状態にしておくとこちらにも強度が保たれるので、こういうようにセットしてみてください。でガスケットをセットします。でセットしましたらばこちらカバーを取り付けます。で取り付けたらば外したボルトを場所を間違えずに締めていってください。仮締め全部ですね、ある程度 指先だけの力で締め付けたような感じにしといてですね、本締めはだいたい角度的にいくとですね、ここからですね、やっぱり30度から45度ぐらいの角度で締め付けます。こんなもんですね。でちょっと心配だっていう人は最後にもう1回ずつ、まあ5度から10度ぐらいでいいと思います。軽くクッと少し角度がつくぐらいに締めてあげれば十分です。はい、でこれでミッションのカバーは取り付け完了しました。とこちらですね、ドレンボルトとあとギアオイルはクラッチのケーブルを全部つなぎ終わってから、やります。チャンネル登録、グッドボタンで、各 SNS もフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。